エポチロン A 及び B エポチロン C 及び D エポチロン E 及び F エポチロンはミクソバクテリア族の細菌から発見されたマクロライド化合物。1996年にエポチロン A の相対構造が決定された。主要細胞に対する細胞毒性から抗がん剤として注目され各方面で研究が行われている。16インンマクロライド構造を取りに チアゾール感を持つ。現在までに AF までの誘導体が構造を決定されている。その作用基準はパクリタキセルなどと同じく微小管に結合して安定化させ、脱重合を阻害することで細胞の分裂を阻害するものである。ただし、分子構造的にはパクリタキセルの多感触合計と大きく異なっており、はるかに単純である。 エポチロンはその生理活性が注目を集め、多くの全合成研究が行われている。中でも k c ー・ニコラウラは、精力的な研究を行い、型症状でのエポチロン A の全合成液層中でのエポチロン B の全合成を達成している。また各種誘導体が人工合成され、安定性の改善などが行われた。エポチロンは、 抗がん剤として大きな実績のあるパクリタキセルと同じ作用基準であるため臨床応用にも注目が集まったエポチロン自身はやや体内で不安定であったため生体内での作用は弱いものであったがいくつかの誘導体では安定化に成功成果を上げている中でもエポチロン B の管内酸素原子を NH に置き換えた形のイクサベピロンは2007年に アメリカ食品医薬品局の認可を受け、乳がん治療薬として用いられている。ありがとうございます。